大山崎が用跡、一大山崎が用跡は、京都府おとくにぐ大山崎町大山崎にある平安時代の鎌跡。2006年1月26日に国の史跡に指定され、2014年10月6日に追加指定が行われた。京都府西南端の水運、陸運の要衝の地に所在する平安宮の所用瓦を調成した平安時代前期の瓦鎌跡である。 2004年に宅地造成に伴う発掘調査によって発見されたもので12基の窯が確認されている。当時は平安京周辺各地の多数の瓦窯で大量の瓦を生産し平安宮系の造営を支えた。大山崎が用跡はこのような平安宮系造営のための官営の瓦窯の一つである。大山崎が用跡から出土したの木瓦は 平安宮長道院をはじめ、佐賀院、歌謡離宮に供給されている。平安系に河原を供給した河原が雨は、これまで、来栖の河洋跡、西鴨河洋跡、岸辺河洋跡等が知られていた。大山崎河洋跡と、西鴨河洋跡や岸辺河洋跡から出土した河原の比較では、河原に文様をつけるための範囲や、 後人の移動についても推測でき、官営の概要相互の関係を示すものである。一方、大山崎画用跡独自の版で制作した瓦も見られ、これは平安時代前期の瓦供給の図式に新たな知見を加えるものである。大山崎画用跡は平安宮造営機の瓦生産の実態をよく示すとともに他の瓦窯跡との関連から、 当時の生産体制の様相を示す上でも重要である。1から6号用及び9から12号用の10機は埋没保存されており、周辺を公園として整備して2020年6月に開園している。カマートのうち5号用は発掘当時の写真を原寸大の当班にして展示しており、6号用は将来的に基礎部分を復元する予定で地表から、 若干凹んだ状態で展示されている。また、他の発揮は、釜の位置を、おたふく難点の植栽で示し、排水溝と前底部の作業場、掘った手柱建物など他の遺構は、彩色により表示している。ありがとうございます。